ルフィの夢の果ては、うんうん、どういうこと？どういうこと？はい、ルフィの夢の果ては、はい、いいんだけど、なんでそっち、なんでそっちなんだろうっていう感じですね。まあ、ルフィの夢の果てってのが、はい、ぶっ飛んだものであるじゃん、まず。まあ、それはそうだね。みんなのリアクションからしても、うんうんうん、かつ今まで出てきたもので全部辻褄合うもの。ああ、やっぱそうやんな。いや、アラバスタやん、俺それ気づいてたわ。麦わらの一味やエースサボと同じリアクションしてましたね。ルフィの夢の果て、いろんな予想がされてますが、無理だろ、何それ、笑っちゃうが基本的な条件なんです。エースが夢の果てを言う、海賊っぽい。サボが夢の果てを言う、海賊っぽい。ルフィが夢の果てを言う、はぁ、何を言うかと思えば。だからぶっ飛んでるはずなんです。ワンピースの世界にはびこる貧困って話しましたけど、ワンピースに出てくるキャラみんな両親揃ってなくないか。必ず両親が揃わない運命。父と母が揃ってるキャラいなくね。みんなして死ぬかどこか行っちゃうんです。ゾロ両親死んでます。サンジ母親死んでますし、父親とは疎遠。ナミも戦争孤児です。拾われた後も父はいないし、ウソップ母親死んでます、父親は海を出ちゃったし、みたいな感じ。てか母親マジでいなくない？よくよく考えてくださいよ。最近出てきたヤマトも父だけ、最終章重要なボニーもここに来て母はいない。歌も父しかいないんですよ。シャンクスも父代わりはいたけど母はいません。言いましたよね、ルフィが助けた王国の王女たち、ビビ、白星、レベッカなどはみんな母がいない。モモノスケも父親代わりがたくさんいたけど母がいなくて、コニスにもパガヤしかいません。そしてルフィもドラゴンだけ母への言及ゼロ。なんですかこれ。だからもう分かりましたよね、ルフィの母親は出てこなくていいんです。そういう作品、育ての親はダダン、ダダン、コムダダンから来てると思います。アダムのリンゴという意味、このチャンネル見てる方は分かりますね。全人類の母親、これをルフィの母親としてる。ルフィが夢の果てを発表するシーン見てみましょう。ちっちゃい頃です。ルフィの夢の果てを聞いたエースが兄弟杯を提案。これはエースの優しさでは。嬉しそうに兄弟、嬉しそうでしたよね。これが桃園の誓いのオマージュだから、弟も桃之助なんでしょう。ワンピースの世界、杯で家族になれる謎設定。家族が欲しいといえば白ひげ。白ひげとルフィって実は似てるんですよ。黒ひげに対して白ひげなわけですが、ルフィも最近白く、2人とも財宝自体に興味がない。それぞれ魚人島を縄張り。白ひげとネプチューン、ルフィと長男深星、そして家族が欲しい2人、息子呼び。大々的に描かれたこのシーン、バカな息子をそれでも愛そう、偉大な母って感じですよね。
母がいない王女たちもルフィのおかげで自由になった。白ひげとルフィ二人とも自由を提供し、母のような存在。二人とも言動が一致してます。そんな偉大な母にエースもついていった。人の下につくようなタイプじゃないのに、ルフィの夢の果てを聞いて影響を受けた。だってエースが死ぬ時のセリフ、お前の夢の果てを見れねえのが心残り。白ひげは昔ロジャーから夢の果てを聞いている。これはルフィの夢の果てと同じなんですって。息子呼びを始めたのはこの出来事が影響してると思います。そう、ポイントは偉大な母。だからみんな母がいないの？母といえばビッグマム。ビッグマムだけ四校で役割弱くないですか？この人ビッグマムでみんなの母なんですけど、実は誰よりも子供。は？感触を起こすのは子供ですよね。子供たちがみんなでママのお世話をしている。ビッグマム海賊団では大人と子供が入れ替わってるんです。確かにみんなでママの面倒を見てるな。母の役割といえば、飯を食わす。これルフィのやりたいこと。母というのは全ての生物において食べ物を与える存在。尾田先生の掲げる正義はアンパンマン。世界最強の海賊との戦い、とどめで言いました。腹いっぱい飯を食える世界を作る。対してマムはみんなのセムラを食べちゃった。子供たちがママのために尽くす。ケーキを作ったり、これも真逆ですよね。ごめんなさい、ちょっと現代文みたいなこと言うので一瞬だけ集中してほしいんですけど、尾田先生の中で母というのは食べ物を与える存在。 OK、 ビッグマムという偉大な母が母の正反対であるという事実がそれを裏付けているんです。母と正反対だからビッグマムはみんなから飯を奪ったし、ルフィからも飯を奪った。魚人島でもみんなからお菓子を奪ったビッグマム。対してそのお菓子をみんなの元へ還元したルフィ。これが二人の因縁の始まりでもある。どっちが本当の母ですか？マムは面倒を見てもらってる。だからカタクリをやってることが母なんですよ。ルフィ対カタクリは母親対決だったんです。人類の母アダムとイブ。カタクリ戦でヘビになりましたしね。二人の能力も同じでしたもんね。ルフィはみんなを自由に、そしてみんなを守りたい。やってることが母。もしルフィがならゾロが驚くのも納得。サンジが頭見てやれっていうのも納得。チョッパーが喜ぶのも、フランキーが爆笑するのも、ウソップが無理っていうのも納得。母がいないロビンがハッとするのも納得なんです。そしてナミがこの表情、あんたらしいっていうのも全部納得なんです。ナミを守る母ベルメール、その代わりがルフィでした。あんたらしいけど、尾田先生はっきり言ってます。冒険の大義語は母。母のような温かい存在のいる家庭から冒険をする必要がない。母は太陽のように温かい存在。だからビッグマムも太陽要素でしたよね。大航海時代が終われば冒険をする必要がない。平和。ワンピースとワンピース。尾田先生は中学で構想を練った。そしてダジャレが好き。サンジがプリンと結ばれてもよかったのに、ルフィは言いました。サンジはまだ冒険してんだ。もう皆さんお分かりかもしれませんが、
この作品最大のポイントへと入ります。ワンピースの世界、みんな親が欠けてる。そこで血のつながりよりも優先する家族関係がある。ルフィのように育ての親と血がつながってないというパターンが多すぎる。ナミもサンジもみんな、チョッパーもフランキーもそうだし、なのにやたらそこの関係性描くのがね、白ひげがまさにね、実の親子じゃない親子関係強く描きすぎじゃない？血のつながりは関係ない。二人とも鬼の子で親を恨む。ヤマトは霧に行ってるしね、血のつながり、エースもです。代わりに彼らはおでん、白ひげの背中を見て生きている。ルフィもシャンクスの背中を見て生きている。血のつながり関係なく、世界中のみんなと家族になる？それだとガキじゃあるめえしってリアクションにそぐわない。ガキっぽくなきゃいけないんですよ。ルフィが夢の果てを決めたのは小さい頃です。夢の果ての回、ジャンプの表紙がこちらでしたよね。ニカってやたら子供っぽい。そしてルフィの誕生日は子供の日、ゴムにもかかわらず。母がいない王女たちはルフィでつながった。母がいないヤマトは夢の果てを聞いてこのリアクションです。唯一母をやってるマキ、好物知ってますか？子供と一緒に楽しめるもの。小田先生、昔々表紙にニカを描きましたよね。その裏側まで皆さん見ました？言ってますよ。今の全世界の全人類の母がいるはずなんですよ。人類は兄弟、どこの誰が困っていても他人じゃない。